ペニシートムグロカムトウジンビエは稲カチカラシバ族に属する植物で広く栽培される雑穀の一つ。トウモロコシに似た単子用双本で成熟すると高さ1から3メートルほど、幅5センチメートルほどの葉は長さ1メートルにもなる。茎に当たる缶は太いが高さがあるため倒伏しやすい。夏から秋にかけて先端にがまに似た直径数センチメートル。 長さ30から40センチメートルの白い円筒形の方を出す。英華は米粒よりやや小さく青みを帯びる。穂は白い栽培種と黒い自然種がある。黒きびの別称がある。インドとアフリカで戦死時代から栽培されており、アフリカスーダン地方で発生し、その後インドへ伝播したと一般に考えられている。最も古い考古学的記録は紀元前2000年のインドに見られるため、 アフリカにおける栽培化はそれ以前であったはずである。起源は熱帯アフリカに訴求することができ、品種の多様性の中心は西アフリカのサヘル地帯である。栽培はその後東アフリカ、南部アフリカ、そして南アジアへと広がった一年生総本。草子はトウモロコシに似ており、草丈は1から3メートルに達する。穂はガマ穂に似ているが、 細長いものと丸みを帯びたものの2種類がある。トウジ人ビエは、小雨、日に栄養土壌、高温という栽培条件に適している。高塩分の土壌においても生育し、小麦やトウモロコシといった穀類が栽培できない地域において栽培されている。ソルガムよりもさらに乾燥に強く、ソルガムの栽培できない地域でトウジ人ビエが栽培されることが多い。 年間降水量が3 5 0ミ、mm、リメートルから6 0 0、mm、ミリメートルにかけての地域で東人美への生産が最も多くなる。高温多湿の日本では栽培例がほとんどない。今日、東人美への作付けは全世界で2万6000平方キロに及び、雑穀栽培の50%を占めるに至っている。特に栽培が多いのは、サハラ砂漠南園のサヘル地帯であり、 ニジェールでは最も生産量の多い穀物となっている。その他、マリやブルキナファソなどでも生産が多い。主に実を粉にして、パンやクスクスなどに加工したり、粥にして食用に供するほか、酒の原料にする。また、植物体や実を家畜や鳥の飼料に用いる。禁煙種に、日本でも、露房などに見られる力芝、家畜飼料として利用されるナピアグラスなどがある。 中国では収穫された実を温率を決める基準の笛に、詰めてこれを基準に重さの単位とした。これが量の始まりであり、量で砂金を測ったことから、やがて通過単位ともなった。ありがとうございます。